一生懸命僕らしくはつらつとプレーしたいと思っておりますので、どうかお手柔らかによろしくお願いします。期待感はすごい高いんですけど、そこまで過剰評価していただくのもちょっと、まあ、自分としてはプレッシャーかなとは思うんですけど、まあ、そこを、まあ、幾度となくファイターズの時に跳ね返してきたつもりだったので、まあ、そこを自分の持ち味として頑張っていきたいなと思います。尾形さん、改めて今会見をご覧いただきましたが、どんな印象ですか？いや、もう彼の実績から言ってもですね、まあ、間違いなくリーグは違ってもですね、彼の実績、数字を見るからにはもう間違いなくジャイアンツでも活躍するでしょうから、非常に楽しみですよね。